萩原慎一郎は日本の歌人、詩人。平成時代に短歌の書籍としてベストセラーとなった歌集滑走路の作者。同章は2020年に映画化もされた。1984年東京都杉並区小木久保にて生まれる。父親の仕事で京都府長岡教師や英国統治時代の香港などを転々とした後東京都小平市に移り住んだ。 1997年、男子中学ご参加としても知られる、東京都練馬区の私立男子中高一貫校の武蔵中学校に入学し、野球部へと入部した。その野球部顧問教諭に怒鳴られ萎縮する様子を、きっかけに同級生からからかわれ始め、暴言や暴力が伴う過劣ないじめへと発展し、そのいじめは中学校から高校と長期間にわたって行われ続けた。 その経験の中で、17歳の時、偶然近所の書店に、建松和平との共著本の出版イベントで来ていた、歌人の原町に触発され、短歌の創作を始めた。朝日新聞の花談欄で、歌人の近藤義美によって取り上げられた、くずかごに入れられて石、し、バンがあれば、すぐにわかりき僕のものだと、や、ローランドゴリラが胸を叩きたり動物園の檻の絶叫といった、 当時のいじめの経験を歌った短歌も残っている。明治記念総合短歌大会に出席する17歳の萩原慎一郎2002年から永田和弘が主催していた短歌結社等に参加し、様々なコンクールに応募を開始すると同時に頭角を表すようになり、間もなく現代歌人協会主催の全国短歌大会の選者賞や全日本短歌大会日本歌人クラブ賞を はじめとする多くの賞を受賞した。当時、参加していた、当の2002年の結社誌、10代、20代歌人特集、では17歳の注目の歌人として、短歌と共に紹介されている。2004年には、同志社女子大学主催の高校生短歌コンクールの、生徒100人一種の入選作品をまとめた、ピクルスの気持ちに掲載され、明洋書房から出版された。 19歳の時、岡井隆が主催していた未来短歌会や様々な歌人が開催する歌会への参加を経て、今の隅の誘いで、サエグサボルの主催のリトム短歌会に所属した。武蔵高校卒業後もいじめによって追わされた、後遺症に苦しまされたが、入院や通院をしながら、早稲田大学の通信制に通い卒業した。大学生時代は短歌についての研究を行い、 卒業論文も前衛短歌で知られる寺山修司についてであった。2010年には現代短歌評論賞の最終候補に選ばれている。大学卒業後は書店のアルバイトや研究機関の事務の契約社員など非正規雇用で働きながら短歌の創作を続けていた。2014年に第5回角川全国短歌大賞準賞と NHK 全国短歌大会の第1回近藤義美賞の選者賞を受賞。2015年、朝日歌壇賞や全日本短歌大会毎日、新聞社賞を受賞。翌年、2016年には NHK 全国短歌大会にて作品が特選に選ばれ、また全日本短歌大会で2回目の日本、歌人クラブ賞を受賞した。2017年に2度目となる。 近藤義美賞選者賞を受賞。2017年1月18日の朝日新聞有関連祭の歩き出す言葉たちにて模索の果てが掲載される。2017年に歌集、滑走路の出版が決まり、5月には執筆が終わり後書きの原稿を角川文化振興財団の編集部に提出した。本のタイトルや表紙、構成は自らすべて決めていたとされる。 しかし、長期間いじめを受けてきたことに禁する精神的な不調が続いており、2017年6月8日に実施した。去年32。角川短歌誌では、サエグサによる追悼短歌が掲載され、SNS 上では、生前に交友があった奥村工作などの歌人から惜しむ声が寄せられた。また、リトム短歌界の短歌結社誌、 リトム2017年9月号では、本の隅の追悼文が載せられた。出版間近であった歌集は遺族によって引き継がれ、弟でギタリストである、萩原健也が SNS 等で全面的に広報活動が行うなど観光に向けて準備が行われ、12月13日には正式な日程がツイッター上で発表され、2017年12月25日に歌集、 滑走路が角川文化振興財団より発行、角川書店レーベルで12月26日に発売された。短歌の分野では一般的な書籍の出版方法とは異なり、受賞歴や知名度に関わらず、作者による自費出版が通例であり、発行部数が多くとも100部から500部程度であるが、短歌や俳句の支援事業を行う公益財団法人の角川、 文化振興財団による流通面などの支援のもと、遺族による自費出版で初版1500部が発行された。歌集には、萩原慎一郎が支持していた歌人のサエグ高行による解説文と本の帯には、萩原慎一郎が短歌を始めるきっかけとなった、田原町の推薦文、知人に宛てたメールから引用された、僕は歌う。 誰からも否定できない生き様を提示するために、という一文が記載された。歌集歌走路は、数多くの受賞歴や雑誌などへの寄稿で、もともと短歌業界では、知名度の高い萩原慎一郎による第一歌集であったのと、弟の賢也による SNS 等での多方面への、プロモーション活動もあり、発売間もなく、話題となり、2018年2月19日に、 朝日新聞有観社会面で紹介されたのを、皮切りに、一気に人気を博し一年弱で8回の増撮を、重ね、発行部数が3万部となり、NHK ニュースウォッチ Q や角川単価、ダヴィンチ、毎日新聞などの主要な新聞、テレビ、ラジオ、雑誌の複数メディアに取り上げられた。また、10月16日には、クローズアップ現代で、発行部数が、 通常の単価集の200倍に達している異例のヒット作として特集された。また同時にカシュ集滑走路に未収録の単価が2000種以上存在していることが公表された。12月26日にカシュ集滑走路が木の国や書店が毎年発表しているおすすめ書籍ベスト30、木のベス2019の8位に選出された。アメリカでは 翻訳がされていない原本の販売が開始し、韓国の KBS ニュース Q などの海外メディアからも日本で話題の本として多く紹介され、サンフランシスコ公共図書館やオーストラリアのニューサウスウェールズ州立図書館にも蔵書されるなどした。2019年5月1日には NHK で平成時代を振り返る短歌のドキュメンタリー番組、平成万葉集で特集が組まれ、 俳優の生田東馬と共に、弟の萩原健也が歌人としての萩原、新一郎や歌集を紹介した。2020年3月25日に、歌集滑走路が、角川大英スタジオと埼玉県や NHK、NTT コミュニケーションズなどが共同出資している、スキップシティの共作の下で、映画、滑走路の題名で映画化されることが発表された。監督は、 大場沢を僕が務め、朝霞光大や水川あさみ、寄せ川か、ふとし、染谷翔太、酒井吉村海人、水橋賢治、木下慶、池田博とらが出演することが決まった。2020年9月24日に、角川文庫より、歌集滑走路の文庫本と映画滑走路をノベライズした小説滑走路が発売された。文庫の後書きの解説は新たに、 アクタ川賞作家のまたよしが執筆した。短歌のみで構成された個人歌集が角川文庫より発行されるのは寺山修司寺山修司青春歌集などの1970年代以来のこととなる。朝日新聞の一面や産経新聞、映画関連のメディアなどでも取り上げられ、文庫は発売1ヶ月足らずで重版されることが決まった。 11月3日に原作とした映画滑走路は東京国際映画祭の特別招待作品に選出された。11月20日に映画が一般公開され、キネマ旬報ベスト10と横浜映画祭にて主演女優賞受賞、放置映画賞作品賞や毎日、映画コンクール新人賞にノミネートされるなどした。11月23日には朝日新聞の天聖人後に、 歌集滑走路が紹介され、楽天ブックス文学部門で第1位を獲得するなど人気が再燃し、単行本も文庫とともにたびたび増刷が行われている。2021年6月に映画が上海国際映画祭の上映作品として招待され、海外進出することとなった。ありがとうございます。